それでは次に腰を立てて背骨をまっすぐに伸ばして上体を整えて手を組むというところを説明をしたいと思います。腰を立てる、背骨をまっすぐにする。これはこの水平の地面に対して人間がこう垂直に立ち上がる。この垂直の方向を意識をするということが大切でございます。まあ、いろんなやり方があろうかと思いますが、まあ、簡単にまずこう上にこうの伸びをしてみるっていうのは非常にこの効果的であろうと思います。例えば手をこうからげまして、くるっとこのひっくり返しまして、そうして思いっきりこの上の方へぐーっとこの伸びてみると、まあ、これだけで、背中がとこう伸びますし、これだけでこの曲がっていた腰がうっとこう立っていくわけでございます。そういうことをしながらこう垂直という方向を意識をしてほしいのであります。で、そうしてこの腰を立てて、背骨をまっすぐにして、それから手を組むということになるのでありますが、この辺がからなかなか難しい問題がいろいろこうございます。まあ一つは、私なんかもそうですけれども、おそらく多くの皆様方も同じような状況が多いと思いますが、私どもは普段こう机に向かってこういう姿勢でいる。首がこう前に落ちて、そうして肩がこうすぼんで、胸がこの圧迫された状態で、この字を書いたり、パソコンを操作したりということが大変多いと思います。で、これは、この非常に、苦痛な姿勢なんであります。まず、人間というのは頭が大変重とうございますから、この重たい頭が、こう、前の方に落ちておりますと、それを保つために、首の筋肉や肩の筋肉が大変、緊張します。これが首や肩の凝りになりまして、首や肩の凝りというのが心に大きな影響を与えます。そのためにまずこの首を起こして、胸郭、胸を開いて、そういう風に整えていきたいのであります。じゃあ、それにはどうしたらいいのかなということを思うので、いろいろと考えまして、まずこう、普段こういう動きの方が書き物をしたり、パソコンを打ったり、これが多いので、手のひらを逆にこう回転をさせると。逆にこう回転させる。それから今腰を垂直に伸ばすということをやりましたが、一度ずっとこの前の方に、ちょうど気持ちとしては、両手のひらに何かこの大切なものをいただいたような、宝物でもいただいたような気持ちで、これをずっとこの前の方へ、前の方へ、前の方へ、こうずっとこの引っ張られていくようにすると、これでこう腰がスーッとこう伸びていくんですね。腰が伸びていきます。で、伸びていった腰をそのまま、上の方へずっとこう上げていきます。その時に、首も一緒に天井の真上を見るようにしていきます。で、そうして、両方の手のひらを真横にこの下ろしていきます。手のひらはこの上を向いた状態というのが大事だと思います。手のひらを上にしてこうずっとこう下ろしていく。で、首は上を向いたまま。で、そこで顎だけを少しこう引くと。そうしますと、肩の上に耳が来るという、こういう形が整うのであります。座禅儀という書物の中に、この肩の上に耳が乗っかるようにということが書かれております。で、普段はどうしても肩の前にこう耳が出ておりますから、これが頭、先ほど申し上げましたように、重たい頭を首と肩の筋肉で支えますから凝ってしまいます。これをこの元に乗っけるには、やはり
一度ぐーっとこの上に伸ばしてみて、そして顎だけをこう引いてみると、するとほぼこう肩の上にこう耳が揃うと、こういう感じです。これが一番この楽な姿勢なんです。頭の重さがそのままこう背骨にこうかかりますから、非常に安楽で楽にこう座れます。というふうにこの上を向いて、そして顎だけすっと下ろすと、肩の上に耳が乗っかると。で、安楽です。で、ここまで行きましたね。で、ここで、まあ、少しこう上下や、あるいは水平の方向にこう揺らしていただくと、まあ、それだけでもこう胸がこう開きます。普段こう閉じている胸が胸郭を開くんです。そして、肘をこの脇腹につけたまま、両肘を脇腹につけたまま、右手の小指をおへその下に持っていきます。そしてさらに、左手の小指をその上に合わせます。そして親指と親指をこうくっつけていくと、そうするとこう胸郭が開いて、それから肩の上に耳が乗っかって、胸郭が開いて、体がこう整うという、こういう姿勢が出来上がります。まあ、これを、まあ、私もこういうことを考えましたのは、あるところで座禅の指導をするのに、手はこういうふうに組みましょうと、こういうふうに手のひら両手でこういう楕円を作りましょうと、こう教えるんですね。で、人間はそう教えられますと、そこに意識がこう集中してしまいますから、あ、手をこう組むんだと、もうこう組むんだというところに、ここに意識が来ると、それだけでこう丸まってしまうんです。で、そうではなくして、やはり中心から整えていくと、まあ腰をぐーっとこう伸ばしていって、そうして真上に向けてぞ、で、両方にこう下ろしてきて、顎だけ引くと、そして右手左手をこう下ろすと、そこで一つ注意をしなければならないことがあります。胸郭を開くというのは非常に大切なことですが、これが、ああ気持ちいいなという感じがするかもしれません。それがまた一つの落とし穴がございまして、胸を張ってしまう場合があります。胸を張ってしまう。胸を張ると、これを腰も張ってしまいます。こういう感じですね。こういう感じですね。これはよく学校で気をつけなんて言うと、パッとこう胸を張って、ピンとこうして、お尻を後ろの方に、腰を反らすようにして。何かこのいい姿勢のように思われることがあると思います。また見た目には綺麗かもしれません。でもこうなりますと、これはこの深い呼吸はできません。胸郭を開くというのはあくまで骨格の話でありまして、胸を張るというのは筋肉が緊張してしまいます。そこでこの大事な要点といたしまして、こう肋骨の一番下がありますね。肋骨の下のところを胃のあるところ。溝落ちと言います。こう胸を張るんじゃなくして、溝落ちをちょっと緩めるという、こういう感じです。で、溝落ちのところが柔らかくなっていないと深い呼吸は難しいので、クッと胸をこう張るのではなくして、そこからふっとこう溝落ちをちょっと落として、あくまで骨格、胸郭を開くのであって、胸を張る。腰を緊張させる。腰を反らす。というのとはこう違うのであります。まあ、ですから、それは何かこう、緊張状態になりますから、いい姿勢、あるいは何かをやっているという感じが強いのかもしれませんが、
これは深い呼吸もできませんし、筋肉が硬直をして、凝りの原因にもなります。で、凝りが生じてくると、精神にもいい影響を与えませんので、まあですから思い切ってゆったりとこう腰を伸ばして、ずーっとこの真上に向いて、そうして横にこう下ろしていって、首を、顎だけこう引いて、そしてこの、整えて、決して胸を張る、腰を反らすことをせずに、すっとこの気持ちですね、気持ち、溝落ちのあたりを、こう、緩めるという感じです。そうしますと、この実に、安楽な、安らかな姿勢がこう整います。無理をして頑張るというのは、頑張った感じはするかもしれませんが、これ長続きはなかなかしませんし、どうしても無理は無理でございますので、安楽な姿勢というのがこうして出来上がってきます。そういうふうにして上体、腰を立てて、繰り返しますけれども、こう前にこう曲がらないように、首が前に落ちないように、背骨をまっすぐに立てるにはどうしたらいいのかという、そういう工夫をしていただいて、こう手を組んでいると。それから視線ですね。目。目はよく、これは私は我々は目を開いて座るということを基本といたしております。これ大事なことでございまして、目を開くとちゃんと見ている状態で見ているものにこの囚われないという大事な修行でございますから、目は閉じずに座るのでありますが、しかしこれは私は時と場合によって、行えばよろしいと思います。特に目を閉じますとどうしても長時間やると眠気が襲ってきたり、いろんなこの雑念が起こりやすいんです。でも例えば、この想像しいような場所、どうも落ち着きにくいような時は、ほんの少しの間であれば目を閉じてみるというのも、これも心を落ち着けるには大変有効なことだとこう思っております。例えば、駅のホームで少し心を整えようと、あるいは電車の中で座ってる、電車の中で立っているとき、座っているとき。そういうときにはほんのわずかな時間ですから、ちょっと目を閉じてみると、それは視界、目からの刺激が一遍になくなりますから、落ち着きを取り戻しやすいと思います。ご自分の部屋でもどうも落ち着かないというような時は少し目を閉じてみると。しかし、やはり大切なことはきちっと目を開いたまま 目で物を見ながら見たものにとらわれないという修行ですから、大事なことはやはり目を開いたままでいく。そして、視線をどうするかですけれども、おおよそこう視線の角度が45度ぐらいの角度が一番落ち着くとこう言われております。ですから、こういう床の上に座っている場合ですと、この座高の高さですね。座高の分ですから、おおよそ1メートルぐらいが自然なんです。立ったままや、あるいは椅子の場合ですと、この地面からどれぐらいの高さがあるのか、おおよそで結構です。それぐらいのところに視線を落とすと。ただ見えているという状態にすると。耳もそうです。ただ聞こえているという状態にしていると。ちょうど、鏡に物が映るようにただ映っているだけという、そういうふうにして座っていくのでございます。